MJ でーす。今回はなんと今流行りに流行ってるこちらをやっていきたいと思います。ドン、このペヤングの極激辛。すいませんね、 MJ を始めようと思ってちょっと YouTuber らしくちょっとやろうかなと思ってるんですけど、はいはい、まあいろんな YouTuber さん、ただもう食べておしまいっていうのが多いんですけど、ちょっとそこに僕らはちょっと隠し味を加えて、ただ食ってるだけじゃやらないっすよってことで、僕はあんまりちょっと辛いのがあんまり得意ではない方なんで、今回お助けアイテムとしてここにくじがあります。このくじを1人2枚引いて辛い、一応ね、まだね、飲み物とかが何もない状態で、ここからね、くじをね、2枚引いて、まあ、もしかしたら、この飲み物が出るか、何が出るか分かんない。もしかしたら、マヨネーズとかね、タバスコとかね、なんかいろんな種類があって、まあ、一応、お助けアイテムとして1人2個使えるらしいんだけど、もしかしたら、飲み物が全く飲めない可能性がある。っていうことでいいですか？言いたかった。OK です。言いたかった。一応、ハンデが一応、こんなのがあるということで、当たりを引くか、外れを引くか、ちょっと運次第だなということで、やっていきたいと思います。じゃあ、くじを引きます。先に、あ、僕からいいですか？じゃんけんいきましょう。いる？じゃんけん、じゃんけん、はい、はい、一緒に。俺とお前、チートは負けたことないから負けたことないと僕に勝とうと思ったら、じゃあ俺もこのまま2つパーティーいっちゃうよ。了解です。ああ、いやこれ別に見てもいい意味でも関係ないでしょ。スタートした時に行きましょう。ああ、了解です。よいしょ、いいのが当たればね、嬉しいですけど。これが、まあ、僕たちが今から食べるやつの、何？これが補助アイテム。補助アイテムです。補助かどうか知らんけど、やっぱすごい辛すぎて危ないって聞くんでね、ちょっとビビっちゃってますけど、うん、そうね、ここから今からやっていきたいと思います、うん、果たしていかにそれでは食べていく、レッツスターターしゃスロースターター見たんでね、今からこれいただきます。あとはもうかけるだけになってますね。匂いはペヤングですね。いや、そりゃそうでしょうな。そりゃそうでしょうな。まだこれだけここだからね、考えて。問題は。やばいじゃん。大丈夫？落ち着いてるよ。それちょっと匂い嗅いでみて。これですか？うん。あ、でも、普通の、普通のペヤング。普通のペヤングですね。うわ、そう。ペヤング。うわ、全然そんな辛そうな感じ。まだ、そうですね。よいしょ、あ、辛いわ絶対、もう匂い辛いもん。ああ、やばいわ。やばいっすね、うん、これもう、あ、もうこれ混ぜていいでしょ。もう食べるとこになったら、お助けアイテムを見ればいい、見ればいいですね、うん、一回まず一口普通に。いやいや、え、意味ないでしょ、これ見ないと。あ、しまずまず一口そんな別にお助けアイテム使うか使わないか、まあ自由ですね、勝手にやるよ。チョコリやん。まあ、くもう匂い辛い。匂い辛いわ。あ、これ、うわすごい、うわすごい。マジやばい。やばいっすねこれ。これ後でね、裏方の人たちもね、食べていただけるようにね、買ってきてくれたんでね、後で食べさせてね、ツイッターだけでも。じゃちょっとお助けアイテムをね、引いてき、あ、見たいと思います。お茶こんがってますか？おい、じゃあ行く。はい。でん。しまった。ふざけ、全然タバスコ好きだったよ。タバスコさん。ふざけんな、マジ。めっちゃおもろいっす。いきまーす。よいしょ。おー、やった！お茶。よし。全然おもろないよ。よっしゃ。よっしゃ。もう一回行き。もう一回行きますか。やったー、やった、お茶。あー、マジか。シーザードレッシング。これじゃない。どうなんですかね。シーザードレッシング。うわあ。三滴ってこと。これ三滴入れればいいってこと。そうですね。もう今入った三回。一回です。全然お助けじゃねえよ。それ聞きました。お助けアイテムって。全然お助けになってないからね、足で。じゃあ行きますか。はい、行きますか。いや、ペットボトルで。わあ。ペットボトルで俺は。いつもペットボトルで俺。え、こんだけしか飲んじゃうか。ちょっと、ざっけんな、マジで。じゃあ。
ただきます。いただきます俺これタバスコかけてあ、早い早い早いスピードが早い。うわ、めちゃくちゃ辛いよこれガチ。あ、やばっこれ何、食べきらんかったらなんかあるのないでしょ、つばつば全然しゃべらないよかれ、やめてよマジでお前、俺これタバスコかけてっからねもうチーズドレッシングかけろ、早くかけた、かけた、あ、落ちちゃったあ、こんだけこんだけもっとあるかと思ってた。あ、痛い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 。あ、やば。うわ、息したくない。これ言っても俺結構辛いの得意なんですよ。もうこれ無理だね。あの、痛い痛いですの。あ、なんじゃない。半分食べる。あ、やばい、めっちゃ熱い。もう汗出てくるんですよ。あ、なんだろう、口の中がね、何これ、もう感覚がない。やばいです、やばいです、唇がめっちゃ痛いです。やっばこれ、さっさと食って終わらせた方がいい気がする。時間が経てば経つほど辛いわ。やばいっす、やばい。うわ、やばなんで本当にこれやりやばいどうしよう。なんでそんなにいけるんですか。さっき2つ食うって言ってたやばいですやばいお茶氷とか入れてほしかった。氷欲しいですよ。痛い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 本当に痛い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 。お前これ違うだろ。マジでマジで。これちょっと強いね。これちょっと強い。汗やば。もう喉もやばい。やっぱマジで。なんで出てきた。あ、マジでやばい、厳しいこれ。マジでヘプリドウとした。カズ、なんか俺辛いの好きだけど痛いの嫌い。
ちょっとお助けアイテム1個使います。じゃあ引いてください。無理だ。牛乳チョコ。うわあ。チョコはいいんじゃないですか、甘いから。あ、そうか。うん、喋りたいけど喋れない。MC が俺の代わりに今からね、俺のやつも全部食べてくれ。声がやばいね。やっぱ。もうそういうのも喋られからね、もうね。頑張ってくれてるのは俺の代わりに。水、あ、してもう、もう無理無理無理。ちょ、ある水。もう無理。痛い。絶対お前が痛いよね。頑張れ。ラスト食事。頑張れ。ちょっと喋れ。スロースターターということで、今回ちょっとペヤングの挑戦やったんですけど、まあしんどかったっすね。いや、しんどいとかいうもうレベルじゃないね、本当に。まだ痛いもんね。もうすいませんね、今牛乳いただいてますけど、なんかもう本当にね、他の YouTuber とかの、うん、YouTuber さんのやつ見てたら、もうこれ絶対オーバーリアクションだろうとか思ってて。まあ確かにそうだね。始めたっすけど、マジでしたね。マジだったね、これは。もしこれからね、チャレンジする人は多分ね、勢いよくいかないともう無理だと思う。本当に。これ水とか挟んじゃうと、もういけない。心が折れる。本当に涙が出ますから、これ。うん、はあ、ちょっと流行りに乗った企画でした、今回は。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、終わった、終わった。よかったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter のアカウントも概要欄に貼っておくんで、フォローよろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら、バイバイ。せーの、チャンネル登録よ。